ラジオネームとしさんからの一問一答です。ガチャ101ケミーの中で歌ってて楽しいケミーを教えてください。ではリーダーお答えください。コズミックからファンタスティックにかけてそれでは今週も配信スタートです。レッツゴー仮面ライダーガールズ。皆さんこんばんは、仮面ライダーガールズの伊坂ひとみです。ケアリーからズキュンパイヤーが好きです。スミトモミジェナです。アニマルのところのブッサソーリーとかが好きです。秋田千里です。はい、この配信は東映公式ガールズユニット仮面ライダーガールズが仕事のことやプライベートのことについてわちゃわちゃ語っていくラジオプログラムです。おい、いや、101ケミ全部いいよ。なんか改めて見てその歌詞を見てなんかあ、ここもいいみたいな。なんか全部違うからね。そう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 、雰囲気も違うし、なんだろう、そのケミーごとに、うん、リーダーどこでしたっけ。私あのコズミックからファンタスティックにかけてます。いや、早くなっていくところですよね、うん、ちょっとずつなんかクライマックス感っていう、あーあの給付大事なところですよね。そうそうそう、10ピット10ピット。そうだ、ここ難しいんだ。難しかった。いいよねここ。ユニくんガールズっぽくなっていく感じというか。確かにね、急になんかリズム乗ってくからね。そうそうそう、後半はそうですね、確かに。前半は割となんか可愛らしいというか、なんかなかなか見せることがない仮面ライダーガールズ、ね、なんか本当子供たちの前でお姉さんやってる感じ、うん、ですね。ね、逆にみんなは何がいいんだろうね。確かにみんなが好きなんだろう、うん、歌ってて楽しいところ、うん、絶対 2B でしょみんな。 2B 急に歌いやすくなる。闇バンピャチューラメカニカイ。そうそうそう、なんかさ、わかんない、ラップ得意な人たちはみんないいと思うんだけどあのラップ得意民からしたらずっとメロディーがないのが厳しいんですよ、うん、でもここで急にメロディー勝手に私が作っちゃったから、ね、出てくる。でもね、そこでちゃんと採用されてる。そうそう、すごいですね。採用されないと思ってやったんですちょっと私の好きな高田さんっぽくメカニカニってやったら歌われてたから、みんなも真似して歌ってみてね真似してみてねまあね、9月8日のライブではきっとやるでしょうしね、うん、そこで初披露になりますので、わやばいよ、はい、私たちも気合い入れて。やばそう、はい、皆さん絶対楽しみにしてるんで ね、うん、しっかりお届けできたらなと思いますので、ぜひぜひ9月8日、うん、遊びに来てください、はい、お願いします。はい、ということでレッツゴー仮面ライダーガールズ、今週も最後までお付き合いください。 X をやってる方はハッシュタグ LKRGS をつけながらポストしてください。キミスマチャンネルで配信中のレッツゴー仮面ライダーガールズ、ここからはこのコーナー、ガールズ恋愛研究所。いや、ようやくジェナ入り出てきますよこれイエーイ、嬉しいね、うん、はい、読ませていただきます。はい、お願いします。ラジオネーム青さんからいただきました。はい、皆さんこんばんガールズ。こんばんガールズ。社会人になりたての頃経験した恋愛についてのエピソードと教訓についてのメールをします。今勤めている会社に入社してたの頃、同期入社の2つ年下の女の子と、仕事に対する悩みを共有するうちに意気投合してお付き合いすることになりました。しばらくは順調に交際していたんですが、自分が地方へ長期転勤することが決まり、簡単に会うことができない状況が生まれてしまいましたお互いに時間を縫って会える時間を作っていましたが、相手が会うのを我慢しているうちにそのペースを乱して会おうと連絡してしまったりと、相手の時間を尊重できなかったため徐々に距離ができてしまい、結果的には1年半ほどの交際で別れてしまうことになりました。彼女はその後仕事での成長を理由に転職、うん、自分は地方から戻りましたが、それを機に連絡は取らなくなりました。恋は盲目と言いますが、恋愛に限らず相手との距離感やペースを考えて人付き合いをすることの大切さと重要さを彼女との出会いで学ぶことができました。傷つけてしまった相手への謝罪の気持ちは今でも忘れていません。へぇ、北欧のさ、北欧のメール読みみたいな。確かに。なんか難しいね、やっぱりこの何、遠距離、うん、まあ、遠距離に関わらずペース合わないと結構両方きついかもしれない、ね、きついよ。なんか会いたい方もさ、会えなくてきついし、会えない方、何、そんなにペース頻繁にとかじゃなくてちょっと我慢しようって思ってる方もね、今じゃないんだよなっていうのもきついし、
なんかね、自分の時間を大切にしようとしてる時に、うん、会いたい会いたいってなってしまうと相手の方がね、うんうん、多分気持ちが追いつかなくなっていくんだろうね、うん、だってやることも多いから連絡も返したいけど、うん、ちょっと今返したらまた帰ってくるしなっていう、この前と同じ感覚ですわなんか難しいよね。で特にさ、その遠距離だとそのなんだろう、気持ち感、うん、今どう思ってるんだろうなっていうのが察しづらいじゃないですか、うん、やってることもわからないし、うん、ってなってくるとやっぱもう超バランスいい人同士じゃないと遠距離って向かないのかな。確かに、どうなんだろうね、お互いの時間大切にできる人の方が安定しそうじゃないですか。確かにね、なんかそれぞれの時間楽しもうねってやってた方が、うん、遠距離はそうだね、会いたい会いたいじゃ絶対無理だね。でもさ、会いに会おうとしてくれていたことは嬉しくない？え、普通に嬉しい。なんか我慢してるとはいえ、うん、会いたい気持ちはあるから、うん、あ、なんかそう思ってくれてたんだなっていう気持ちはすごくいい、ね、むしろそうじゃないと嫌だ。そうだね、うん、なんか、え、会いたくないんかいって思ったらどんどん冷めてくペースは大事だけど、でも会いたいって言ってこないな、この人って思ったら確かにね、おつーって感じ。簡単には会えないから余計に開いてくんだろうね。そうそうそう。しかもさ、なんかで見たけど女の人はなんか会うたびに好きになるんだって、うん、だけど男の人ってなんか会えない時間で好きが募るんだって。だからね、これもバランスむずと思った。確かに。そうなんですね。ね、確かになんか会えない期間長いと別にもうどうでもよくなるかもしれない。でも毎日会いたいってなった時はちょっと大変かも。毎日は無理、絶対に、うん、週1が限界。うん結構合わない、ね、意外ですね。週1はさすがに別にちょうどいい、ちょっと会ってもいいけど、週1ちょうどいい。自分のやることがある時に、うん、そうですよね、そっちが後回しにせざるを得ない環境だと私がストレス溜まっちゃいそう、ね、やらなきゃやらなきゃやらなきゃ、あ、やばい、やってない、え、でも会いに行って、会わなきゃになっちゃうね。結構きついかも。なんかタスク処理みたいな、なんか一個これも合うもさ、タスクの中にピッて入れなきゃいけない気持ちになっちゃう。やること多いと、なんか合うデートっていう気持ちじゃなくて、なんかやることみたいな、合う、合っとかなきゃな、そうそうそう、チェックリストに入れちゃいそう合ったよしチェックみたいな。なんかもう家族とかだったらいいんだろうけどね。まあ確かにね、一緒に住んでたりとか、うん、それならもう全然いい。確かに同じ空間で各々作業してるみたいな、うん、とかだったらね、別に全然気にして、毎日でもそれは全然いい。だから難しいね。でもなんかそれをさ、なんかこう何、一回経験して、うん、ちゃんと考えなきゃいけないんだなって、なんだろう、教訓にできてるのめっちゃ偉いよね。いや素敵、本当に、ね、大事だよね、本当に。やっぱ学び、傷つけてしまった相手への謝罪の気持ちは今でも忘れていません。いやいやいや、忘れていいよ全然。いや、どんな人なんだよマジで。マジ忘れて、それは大丈夫。あの、ありがとねの気持ちだけで謝罪はもう全くしなくていいよ。確かに、ありがとう、うん、ありがとね、ちょっとごめんねぐらいでいいよ、うん、向こうもだって悪いくないなんか、まあね、お互いですからね。そうそうそう、だから別にどっちが悪いとかっていうよりも、確かに、ね、だから謝罪は忘れていいよ、おつ、うん、お互いそう、懺悔懺悔。いや最高ですね、うん、じゃ次行きますね、はい。ラジオネームゴリガーの一般人さんからです。過去の恋愛のことで考察してもらいたいことがあるのですが、考察、楽しい。20代前半の頃にお付き合いしていた人と、友人との浮気現場に出くわし、一気に冷めて一切の連絡手段を断ち、その場でお別れをしたのですが、 5,6 年後にどこからか、連絡を入手した元カノから会いたいと連絡があったのですが、浮気をするような人間とは会いたくないので無理と伝えてもう連絡してこないでと伝えたことがありました。ここで気になるのが、別れてから 5,6 年経ってからどこからかつてを使って連絡先を調べてまで会いたかった元カノの理由とは、ガールズさんたちはどんな用事だったと思いますか？意見のほどお聞かせください。なんかゴリ側の一般人さんがこれなんか言うと、大喜利しなきゃいけないのかなみたいな理由とはシュンみたいななんか、でも 5,6 年か。でもいい思い出だったんじゃないの？いい思い出で残ってて、うん、やっぱこの人いいな、今何してるのかなって気になったから連絡してきたんじゃないの？絶対そうだよ、会いたいなとか思っちゃってたんじゃないの？結局ね、他の人とこう付き合ってても、うん、やっぱ満たされない部分があって、うん、ふと思い出しちゃったんかね。じゃない、うん、それか 5,6 年経ってあのマルチの仕事始めたとか。最低それで会いたいって、そのパターンも、うん、最近どう、人生うまくいってるって言われるやつ
でもだったらもっとグイグイ来る気がする、まあ、確かにね、連絡してこないでとか言ってもそういう下心があった。その恋愛するかは分かんないけど会いたいなって、何してんだろうな、連絡取りたいながあったんじゃない。確かにな、まあ寂しくて多分浮気したとかならなおさら寂しくて、その何5年5、6年経って寂しい状況に陥って会いたいってなったんかな。ダメだよそんな女の子。いや都合すぎ、マジで本当に自分で生きていかなきゃいけないんだから。そうだよ、まず自立しなさいそうだよ、人にね依存しすぎちゃダメなんだよ。そうだよ、依存してるうちは自分じゃないからね、あんたあんたあんた人じゃないわよあれそっか、でも偉いね、ちゃんとなんかちょっとでもさ、え会いたいって言われた行ってみようかなとかもなくて。確かに一切無理ですみたいな。どう思います、浮気する人は浮気すると思います？一生繰り返すでしょはい、いでも分かんないな、なんか本当にその理由、うん、その魔が差したって絶対一生すると思う。だっていつでも魔が差すの、うん、でも理由もさ分かる手からできたよねとか思っちゃうじゃん、結局は理由、どんな理由を聞いたとしても、うん、そうですよね、うん、今じゃなくて、そうそうそう、じゃあ別れればっていう話。例えばよ、うん、はい、ゴリ顔の一般人さんが、うん、彼女が別れたいって言ってるのに全然別れてくれなかったみたいな感じだったら、彼女的にはもう別れたいって伝えたからとかだったら分かるけど、うん、絶対このパターンは違う。違うねしかも友人だよ。そうそうそう、最低、それが気持ち悪い。なんで近場に、なんか友人も気性、うん、お前何してんねんって感じうん、確かに、まあ、そう考えると普通になんかノリでって感じだよね、きっと。そう、まあ若さゆえっていうのもあるのかもしれないけど、20代前半だからね。20代前半、まあ、確かにな、20代前半の浮気はうん、いやなんかさ、これ治る治らない問題的には20代のうちは絶対治らないと思う、うん、でもまあ30とかまでにめっちゃ浮気しまくって、だから浮気っていうかまあいろんな人と交際しまくったとか、うん、なんか遊びまくった場合30になって落ち着く人もいると思う。そう聞いたりもしますけどね。そうそうそう、なんか若いうち遊んでた人の方が30以降遊ばないっていうじゃない、その遊び疲れて、うん、いやもう完全にこれは人なんだよな、うん、気づくポイントがある人と、もともとそのポテンシャルを持ってる人と、そうね、それがやっぱ難しいかもな、うん、見極め1回だったらしない可能性ある気がする。確かにね、そうね、常連じゃなければまだ、うんうん、2回はする気がしますね。ね、もう癖だもんねきっと、うん、1回やってみて、え本当にこんなんだったら本当しなかったらよかったっていう人はいる気はしますけどね、うん、2回したらだって1回目のそのね、うん、後悔をどっか捨ててになってるから、うん、よかったと思うよ、合わなくて正解。いや本当に素晴らしい決断でした。このゴリガオさんの浮気をするような人間とは会いたくないので無理、これがストレートで私はすごく好きです、ね、マジでこのまま言ったのかななんか普段優しそうな人とかがさ、うん、やっぱりなんだ人としてやばい人に遭遇するとこうなるって思うとなんかすごいなって思うでもやっぱちゃんとしてるからこそ言えるんだろうね、うん、自分がそうじゃないからこそ。確かにね、しっかり軽蔑する感じ、うん、でもその方が食らうから向こうは、うん、絶対いいよね。あれあんなに優しかったのにめっちゃ冷たい、うわーんってなる、うん、それでね改心してくれてたらいいんですけど ね、うん、ね、これを機に。いやいい話いい話でした。確かにありがとうございます、はい、じゃあ次いきますね、はい、ラジオネーム黒板消しさん、はい、現在1ヶ月ほど前に別れた彼女とサークルで顔を合わせなきゃいけない関係にあります。気まずい。特に未練とかはないのですが、彼女のことを嫌いになることはできず、彼女が困ってたりすると助けてあげたくなってしまいます。あららら。しかも彼女は僕のことが嫌いなようで助けても不快そうな態度を取られてしまい辛いですそれでも優しく接しようとしてしまう自分自身にも、心のどこかでまた仲良くなれるんじゃないかと考えている浅はかさがあるような気がして嫌気がさします。僕は一体どうするべきなのでしょうか。いやもうね、やめなよ、もう関わんのでもほらサークルで顔合わせなきゃいけないから。いやなんかまあね、だけどさ、なんかあの黒板騎士さんね、確かあのちょっと前ので送ってくれたね。そう、送ってくれたんですよ。でその後もね、うん、結構メール他、うん、同じような感じのが来てたんだけど、毎回ねあの辛いですって書いててだから
辛くなるなら離れた方がいいよ。関わるにしても、うん、もうおはようとか言うだけで助けるとかが、うん、やめた方がいいか。だって向こうに不快な態度取られるたびに辛いもん。だから助けなくていいよえなんかさ、その元カノさんはもしかしたら黒板消しさんが未練があると思っているかもしれないよね、うん、そのただの優しさ、人としての優しさが、うん、あ、この人まだ私のこと好きなのかも、ね、でここで曖昧な態度を取ってしまったら、うん、この人に失礼かもって思って、確かにもしかしたらあえてそれを出してしまっているのかもしれないよね、うんうんうん、彼女なりの優しさな可能性はありますね。引っ張りしようと。だったらじゃあそれを察して、うんうん、じゃあもうこっちもいっかって離れる。もうどちらにせよ離れた方が絶対うん、お互い辛いかも。そうなんだよね。黒板消しさんが辛いと思うと同時に向こうも、そう、もう毎回こうね、辛い気持ちでもう冷たくしなきゃいけないみたいな。あとね、まだ1ヶ月しか経ってないから。本当だ。だから辛いんだよ。本当だ。いやそうね。お互いにね。確かに。1ヶ月だった。これが、まあ、半年1年とか経ってたらまた形が違うと思うんだよ。優しくしてもされても、うん、1ヶ月だったらだってなんかまだ引き継ぎ期間みたいな、終わって友達への引き継ぎをしなきゃいけない期間や、はい、ってなるときついかもな、ね、1年ぶりに会ってとかだったら全然違うかもですけど ね、 そうだね。1ヶ月で会わなきゃいけない1ヶ月か、毎日会うかサークルで。なんか別れたのにまだ彼氏なのかなみたいなニュアンスのこう、うん、ことをされた時にうわ戸惑うかもしれない。確かに、うん、私みたいな人間はすっごく嫌だ、うん、なんかもう関わらないでください、ね、普通に優しさだったとしても、ね、そうそうそう、だとしても普通にやめてくださいって気持ちになっちゃうからこういう人間もいます確かにね、まあ、彼女がねそうではないかもしれないけど、だからねちょっと嫌かもな。なんかお互い辛くなるなら、確かにもう別れるって決断をお互いにそうそうしたんだから、じゃあもうその後はその覚悟のもといる時間も大切かもですね、うん、そうだね。なんかもう本当にでも顔合わせなきゃいけないのが嫌なら、うん、ちょっとサークルお休みした方がいいかも。ああね、うん、なんか本当物理的にちゃんと会わないっていう期間を。でも黒板消しさんは別に未練もないから、彼女に会うことが嫌とかじゃなくて、未練あるやんけ。未練はないのですがって書いてあるよ。あ、そう、特にないんですよ。本当ないのか。ないけども、ただそのなんていうの、会った時とかに嫌な顔されるとやっぱこっちも辛くなるよね。こっちは親切心でやっているのにみたいな。でもじゃあもうそんな女は見捨てたらいいんじゃないかななんかもう優しさをなんか与える価値もないかもしれないまあでも時間が必要かな、ちょっとだけ。確かにこれこそ時間だ、ね、なんかその優しさもとても素敵だし、その一度は特別になった人だから、うん、その人が困ってたら助けてあげたいっていう気持ちはとても素敵なことだと思うから、うん、ただそれを今お互いのためにちょっとだけお休みする。確かにね、本当、うんうん、助けてあげたくなっても、この助けないことが彼女のためかもしれないって思う。あ、めっちゃそうだわ。そうすっごいありがたいすっごいありがたいあとは時間ですね。でもとにかく時間だよ、何もかもやっぱり今はまだ無理。多分心のどっかで未練ないって思いつつも、うん、どっかでやっぱり嫌だなって、その嫌な顔されて嫌だな、でも優しくさせたい、してあげたい、うん、って思うってことは本当に時がまだ足りてないよ。あ、うん、そうですね。まあね、どういう感じで別れたかにもよるけどね。それもあるかもな頑張ろうね頑張ろう頑張ろう頑張ろう。でもなんかこうやって定期的にちゃんと何経過、うん、を教えてくれるのめっちゃ嬉しい、うん、本当にありがとう。なんか人生一緒に歩んでるからってめっちゃ嬉しい、ね、なんか親戚の子みたいになっちゃうかも確かにね。ほんでうるさいお姉さんさ、ね、もうそれやめなよとか言って、いやでもねって優しいお姉さんもいていいね。なんかまた進展あったら教えて、教えてはい、ということで、うん、以上、恋愛研究所のコーナーでした。配信の感想などはぜひ X にてハッシュタグ LKRGS をつけてポストしてください。レッツゴー仮面ライダーガールズ、そろそろ別れの時間です。はいはい、今日は恋愛研究所をやりました、はい、はい。なんかやっぱいいね、これこの前もさ、ジェネがいない日にさ2人でやったんだけど、はい、やっぱみんなでやるともっと楽しいね、うん、めっちゃ盛り上がったわ。なんかそのいいよ、ね、人の恋愛、うん、でさ、もうなんかこの年になってくるとあんま聞かないじゃない。そうだね、だから面白い。
めっちゃやっぱさ、本当なんだろう、いつまで経っても私たちって女の子だよね。恋バナで盛り上がるんだもん。確かにね。楽しいわ。本当やっぱそれぞれのさ考え方が違うから、うん、いろんな意見が出るじゃないですか。確かに。ガールズは3人違うからね。ね。だからすごくいい。なんか私も勉強になる。うん、私はこうだからエコじゃないって思うけど、うん、あ、なるほどそういう考え方あるかって。私まで勉強になります。いいですね、研究所とっても研究してます。素晴らしいです。ただですね、これ私が求めすぎた結果ですね、はい、なんと他のコーナーあまり来てないという噂が届いております。なんかね、普通オタと恋愛研究所はまあね、コーナーできるかなってぐらいある、はい、であとはあの一問一答とガールズベストワンはあのおなじみのお三方からしか来ないまあちょいちょいね、他の方もなんかポロポロと送ってくれるんだけど、うん、あまりにもお三方の勢いが強い。みんな、いいんだよ。そうそう、ありがたいこと。その3人はマジでそれを聞いて、変わらないで。そう、みんなはこのペースに頑張ってついてきてほしい。うん、なんかこのままだったら本当にお三方のコーナーを作っちゃう今週のなんとかなんとかのそうそう、うん、誰々さんのコーナーになっちゃうぐらいあのね、あれだからみんなもぜひ送ってほしいです、うん、いろんなコーナー。改めてなんですけど、はい、メールのコーナーはですね、私の覚えてる限りだと、まあ、普通おた、うん、恋愛研究所、ガールズ遊びたいぜ、ガールズベストワン、ガールズ一問一答、あとガールズアフタースクールデイズっていうのがあったんです。なんだっけこれ。何それ。これはですね、最近の話題の出来事。あ、いいね、世の中の。あ、なんか最近こういうのが話題になってますけど、そうだ、ガールズちゃんどうですか、放課後にね話すみたいなやつだ。そうです、そうだ、いいやん、があったんですよ。あったわ。あとさ、あの懺悔室もあったよ。あ、ありましたね。大好き懺悔室、謝りたいことここで謝ってみる。そうそう、浄化するよここでぐらいですかね、かな。なんかね、はい、そういうのがあるから、え、ちょっとスクールアワードやらないと。スクールアワード、ガールズスクールデイズアフタースクールデイズ、うん、そう、世の中の話題の話をね、ガールズスクールデイズとか、ね、これ次か次々ちょっと分かんないですけど、うん、YouTube の概要欄にも書いてもらおうかなと思ってるので、うん、ぜひそのあたりも見ながら、ぜひ皆さん送ってみてください。お願いします。お願いします。ということで、ここで仮面ライダーガールズからお知らせがございます。9月8日仮面ライダーガールズのライブがございます。こちらはもうタイトル発表されてるんですかね。はい、はい、何でしたっけ超ガールズ祭。そうだ、超ガールズ祭。はい、ちょっと怖いんだけどまあこれのね、なんかちょっとまた新しい情報が、うん、7月の28日の、はい、明日だ。そう、生配信、このね YouTube チャンネルで生配信があるんで、はい、そこでまた新たな情報が飛び出るかなと思いますので、はい、そちらもチェックお願いします。お願いします。はい、じゃあ私からの告知、8月3日に所沢さくらタウンで、D4DJ アビスメアのファーストコンサートを行います。で、秋田千里は、8月8日にリリースイベント第2回を行います。この日にリリースもされますし、9月以降もゾロ目の日にリリースとリリースイベントがあるので来てください。そして、10月の18から20までダブルキャストなんですけども、舞台ミュージカルファーストアンセムというものに出ます。ミュージカルなので絶対に来てください。血を張ってでも行きます。よろしくお願いします8月の7日から12日までアントエムデンという舞台に出演いたします。そしてその日の17日イメッパのイベント出ます。そして9月の11日から16日まで商店街グランドリオン出ますので、ぜひぜひ遊びに来てください。はい、この配信ではリスナーの皆さんからのメールを募集中です。番組コーナーやふつおたトークテーマなどどしどし送ってください。メールアドレスは配信ページの概要欄に貼ってありますので、そこから送ってください。懸命にコーナーを入れるのを忘れずに、そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは来週もお楽しみに。お相手は角友美ジェナと伊坂ひとみと秋田千里でした。バイバーイ。